僕が何かを信じることで誰かを傷つけるなら、そいつは本当に信じる価値があるのだろうか。君にとって小さな幸福を僕の小さな信念で踏みにじれはしない。たとえばそれが自分自身であっても、君が今感じたように世界はできてる。惑わせる全てをもう見なくて済むよ。むしろ説明でき